生殺与奪の剣を他人に握らせるなって打率ブースティングキチャー、あの回転がかかったらグラブから落ちるんで、やば。あのマジでそのどっちがいいですかっていう質問に対してマジのアンサーすると、マジで自分が好きな方に入れた方がいいよ。正解ないけん、自分が好きな選手に入れるのが一番いいよ。生殺与奪の剣を他人に握らしちゃダメって俺なんか言った、それ。生殺与奪の剣を他人に握らせるなって。ここ山場強い人でバウアーほぼ負けん。鬼に金棒バイ、強くてバウアーはそもそも使う人も上手やろうし、使っとるピッチャーも強いけん。これが格付けじゃん。早っ、ストレート異次元。ここから消えろ、俺にやられんうちに。小笠原が通る道、道を開けろ。ガッツが通ります。入る、オーケー。ラインドライブの強み、これがラインドライブの、中継ぎで藤波出てきたんやけど、どちらさん。どちらさんですか、中継ぎ藤波って。5点取っときたかったな。ゼロに抑えたらコールドあったけどね。まあでもなかろう。強っ。俺もこの配球されたんよね。ツーシームを投げるとこからストレートを投げる、これ上手ければ上手いほど刺さるけんな。詰まってる、多分嫌いちゃろうな。今のオーダーって守備そんなに意識してない感じ。いや俺が好きな選手、俺が全員好きな選手にしたら、あの全員守備があんま良くなかった。ただそれだけ。意図してしたんじゃない。俺の好きな選手はとことん守備の人間じゃなかったっぽいな。バッティングの人だったっぽい。まあもうツーシームがマジでいいでしょこれ。
振っとったら入っとったね。うわー、ツーシーム待っちゃったな。小笠原で決めるはずやったけどね。あの佐藤さん、ありがとうございます。フルスイングがついてるとパワーヒーは飛びやすくなるんですかね。小笠原さんは単なるパワーヒーじゃないね。うん、ありがとうございます。いや、俺フルスイングがこんなに強いと思ってなくてさ。うわー、ガッツで決めたかったな。あれツーシームって入ってんだよ。てかその前のツーシーム打たないかんなことよりも。なあ、ボールか。それは俺は知らん。春風通さん、ありがとうございます。それは俺知らん。俺悪くないっす。いや、俺悪くないっす。回転がかかったらグラブから落ちるんでしょうがないっすよ。相手のショート誰？ノムケンっすね。野村健次郎。まあかわいそうやけど、結局あそこで攻撃が終わっとっても俺が抑えて終わりっすよ。DH は大谷ですか？俺は DH 村田。今俺もサードファーストが荒井、小笠原、村田。まさかのノーヒット。いや、あの有原は打たれんって。打率バカ下がったね。8打数0安打。でもハソソソソが見れてよかった。ハソソソソが。ホークス有原もあんぐらい強くしてばい。ツーシーム B 状態ピンチ。やっぱ天下一品やな、純正の有原は。やばー、やばー、怖っ。怖いね。俺あんまこういう人とは関わらんようにしとるんやけどね。プロスペアホラーゲームばい、マジで怖いもん。普通に怖い。こういう人が一番怖い、マジで。打率6割戻ったんやけど、ありがとう。そういうこと違う。あの人が悪いんじゃなくて、俺の打率を6割に戻させてくれとっちゃう。これみんな、ちょっと みんな硬い頭が。あの人はきっと俺のファンで、さっき下がった打率を上げてくれた。ありがとう。ごめんなさい、なんかちょっとごめんね。俺のためやったんや。ありがとう。シェイ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 ランランティンティン。打率6割戻った。うん、これブースティング、視聴者ブースティングした俺今。いや、でも基本プロスピってね、シリーズ2なんよね、気合入るの。シリーズ1はまあ、なんていうと鳴らし、その基盤を固めるがっちりと。でシリーズ2で爆発するけん。
菅野今シーズン10勝しとる。ガチ最悪。打率ブースティングキチャー打率ブースティングキチャー、いやブースティングじゃないけんねこれね、違うけんね。